勝負ですので先輩後輩は関係ありません。明治大学のキャプテンの中村浩輝が原点4、44秒25というタイムで現在トップ。富永美樹選手パーフェクトでフィニッシュラインを通過いたしますと第70回の東京六大学標準障害系競技チャンピオン、さあスタートいたしました。無理はしないでいくでしょう。確実に第二障害をクリア、そして左にスムーズに回転しております。さあ落としやすいサブ障害、まず A から B とクリア。ここで落下がありました。今度はタイム、しかし中村選手は経路をちょっと間違えたんでロスタイムがありますから大丈夫でしょう。しかし落としてしまいますと第2体最終障害、最終の障害、これをクリアいたしまして今フィニッシュです。スポータイムが42秒62、42秒